おらりおらりおらり。オーラリー。はい、どうも皆さんこんにちは、あいおです。今回はオーラリーのショッピング動画第1弾買ってきました。今年もオーラリーに始まりオーラリーに終わる、そんな年にしたいなと思っております。第1弾ということは第2弾3弾4弾とね、あるかもしれません、ないかもしれません。今回 23SS のオーラリー、皆さんルック見ましたか？めちゃくちゃかっこいいですね。オーラリーらしい柔らかい雰囲気とね、やっぱりあの絶妙なねトーンの色味を使った春らしい装い、まさにねオーラリーといったところでしょうね。こちらのオーラリーブック、オーラリー 23SS のルックが載っている、とっても面白い本なんですけれども、これを見ながらね、これを見てお酒を飲みながら、さあどれ買おうかなーなんていうのをニヤニヤして見ています。この中でね気になったものがね 2,3 点ありまして、今回は第1弾ということで早速買ってきたものを紹介していきたいと思います。第1弾で買いましたのはこちらのですね、さあ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 、ザザン、ジャンプスーツ。今回はオーラリー第1弾ジャンプスーツを購入いたしました。こちらのジャンプスーツね、皆さん知ってるかと思うんですけども、要はつなぎオールインワンですね。ワンピースのズボンタイプっていうんですか、はい、もともとはスカイダイビングだったりとか、あとは作業着としてね使われていたもので、最近はねこう着ている人もね多くて、街中でもねよく見かけます。これね、オーラリーが 23SS に出したジャンプスーツ、めちゃくちゃかっこいいです。ウォッシュコットンナイロンウェザージャンプスーツ74,000円、カラーはブラック、サイズは5番です。このねウェザーっていうね生地感、調べてみたら極細番手のコットンとナイロンをより合わせ、しっかりと高密度に打ち込んだウェザー素材ということで、張り感があって生地によってはちょっと防水してくれるようなものですね。ナイロンが入っていますので、このね上質なねこの光沢感がコットンだけの時よりはね出ています。ただあんまりね、ツヤ感が出すぎるとスポーティーすぎるので、それはさすがにねオーラリーさん柔らかい風合いで、なんか、ね、どことなくこうリネンっぽい風合いもありますね。リネンよりはちょっとねツヤ感が出てるように見えます。とってもねかっこいいです。これね最近出たんですけれども、あのラックに並んでなくて裏に置いてある商品なので、問い合わせないと出してくれないんですね。なのでジャンプスーツ探してる方急げー、多分ね数も少ないと思うので、すぐ売り切れになっちゃうと思うので早めにゲットしてください。でカラーがねブラックだけじゃなくて、このブルーみたいのと、あともう一色グリーンみたいのもね、3色展開なんですね。で本店の方にはこのブラックしかありませんって言ってました。あとの2つはどこで買えるんだって感じなんですけれども取り扱ってるとこあんのかな。まあでも僕はブラックが欲しかったので、これね無事購入できたんですけれども、去年の10月ぐらいにね、あの銀座のドーバーでオーラリーのジャンプスーツ、あのアーカイブのものがね発売されるということで見に行ったんですけれどもね、速攻なくなっていて、まあそりゃそうですよね。昔のものでね人気のある商品なのですぐなくなっちゃって、うわ欲しいなと思ってて、メルカリとか見るとすげえ高いんですよ。高いしサイズがない、色がないっていうので探してたんですけどもね、すごいいいタイミングでね出てくれました。めちゃくちゃもうねこれだと思って速攻買いに行きました。こうやって、ね、オーラリーのサイトに行くとね載っておりますので、よかったらチェックしてみてください。このスカーフかわいいですね。でこのねサンダルに合わせたりねするのいけてますよね、かっこいい。なので気になる方はちょっとチェックしてみてください。ルックとかねコレクションは載っていない商品ですので、実際に本店の方に行ってね、問い合わせて着てみるといいと思います。ということでね早速ちょっとこれお着替えしたいと思いまーす。ほっ、
まずね、ジャンプスーツ買ったんだけど、これも気になるよね。ルックの一番最初に乗ってるって、オーラリーがやっぱ出していきたい雰囲気をね、まず乗せると思うので、このね、白いニットみたいなのはすごく気になる。スキッパーのこれかっこいいだろうな、すぐ売れそう。あとね、これ羊の革だったかなのショーパンなんですけど、これがね、10万ぐらいします。欲しいけど買えないので、ちょっと実用的じゃないね。僕が狙ってんのはこのね、ブラウンの同じくウェザー素材の、ワイドパンツなんですけど、これね、ちょっと気になるね。ブラウンっていう色もいいし、こういう素材と多分似てるんだと思うんだよね。これは出たらね、速攻見に行きたいね。あとね、このトロピカルウールのセットアップとかもやっぱかっこいいね。このチャコールとかのパンツだったら他のものでも使えそうだしな。グレーとかの淡めの色だとね、他の着回しができなそうで、ちょっと悩むんですが、かっこいいね。あとこれもちょっと見てみたい。ビエラ素材のジャケット、トロピカルウールとかよりもね、もっとなんか柔らかくて落ち感のある感じなのかな。春夏っぽいジャケットとパンツ、これがどんな感じなのかね、少し見てみたい気もしますね。色がね、でもこのカーキみたいなの飽きちゃうかな。あと最後に気になってるのはこのピンクのね、ストライプの、これもいい感じ。水色もあったんだけど非常に良さげでしたね。なんでブラウンのパンツとこのピンクのね、ストライプはちょっと気になっておりますね。色物なんだけれども、オーラリーらしいこの淡い色がいいよね。うん、オーラリー 23AW のコレクション見たんですが、テーマはね、居心地みたいな感じだそうですね。朝の起き抜けにコートを羽織ってそのまま街に出ますみたいなものをテーマにしてて、もう柔らかさ、オーラリー大得意の本当にオーラリーらしいコレクションでしたね。今回はそもそも起き抜けで出ていくのがかっこいいスタイルなのかどうかはちょっと分かんないんですが、秋冬のオーラリーのね、雰囲気もめちゃくちゃ良さげでしたね。ダウンが出るんですよ多分。腰になんかダウン巻いてたんで、あれ出ると思うんで、ダウン今探しててダウン欲しいな。オーラリーのもう秋冬の話になっちゃったんですけれども、今回はね、以上となります。ということで次の動画で会いましょう。さよなら。